おはようございます。トナ農園でございます。シャインマスカット3年生期が非常に様子がおかしく、枯れ気味でございます。他の100本ほどの、木はそんなこともないんですけど、唯一この木だけちょっとグラグラしているのと、葉っぱの色がめちゃめちゃ黄緑薄いですね。ちょっと隣と比較してもらったらわかるんですけど、これも社員の3年生木で、この違いですね、黄色とまさに緑の違いがございます。身においても色が黒くなっていて、触るとポロポロさっき落ちました。粒の肥大も悪く黒色に変色しているのが見られます。これはどんな症状なのか、あ、日焼けも見られますね。これも3年生木なんですけど、隣の正常な、シャインマスカットでございます。全然粒の大きさが異なります。これぐらい差があります。全く違いますよね。これはなんか本当に枯れそうって感じで、どうしたもんだろうかと思います。もうなんか根腐れをしているのか、虫が入っているのか、ちょっとですね、幹のところにですね、中粉みたいなのが少し見られたんですけど、やっぱ虫が入っとんかなと思いますし、少しグラグラするんかな、これちょっと今年で枯れちゃう可能性もありますね。一本家のところも枯れたやつがあったみたいなんですけど、あ、やっぱグラグラしないですね。グラグラする。はい、ちょっと様子を見ていけたらと思います。今日はですね、シャインマスカットの3年生木がちょっと様子がおかしいということで、皆さんもこのような症状がもしあったらですね、ちょっと対処の仕方など分かる方いたら教えていただければと思います。まあ、ちょっと経過観察してもう悪いんだったら伐採していこうかと思います。はい、本日もご覧いただきましてありがとうございます。それではさよなら。